ロンドンビクトリア駅を発車するゴールデンアロー。牽引はブリタニア974号機、ウィリアムシェイクスピア。黄金の矢、ゴールデンアロー、またはフレッシュドールはイギリスのロンドンとドーバー、およびフランスのカレーとパリの間を走っていた列車である。ドーバーカレー間の連絡線と合わせてロンドンとパリを結んでいた。ただし車両構想は行っておらず、乗客はドーバーと カレーで二度乗り換える必要があった。1926年に運転を開始した。イギリス側ではプルマン社が、フランス側では国際信頼者会社が運行に当たった。元は一等のサロン社のみで編成される列車であったが、第二次世界大戦による中断を経て1950年代以降は一般の客車が主となった。プルマン社の連結は、フランス側は1968年。 イギリス側は1972年に打ち切られた。イギリス側の列車をゴールデンアロー、フランス側をフレッシュ、ドールとして区別することもある。プルマンとワゴンリアメリカ合衆国発祥のプルマン社は1871年、イギリスに現地法人を設立して列車の運行事業を始め、1872年には大陸ヨーロッパにも進出していた。 一方同じ1872年にベルギーではプルマンの事業にヒントを得た国際信頼者会社が創業された。ワゴンギ社は一時マンブドワール信頼者会社に買収された後、1876年に再度設立されている。両社は激しい競争を繰り広げたが、1886年の協定でプルマン社は大陸ヨーロッパから撤退し、 車両と列車の運行権をワゴンギ社に売却した。イギリスのプルマン社は1907年にアメリカの会社と分離された。プルマンとワゴンギの両社は1907年、1923年にも協定を結んで協力関係を深めた。1924年にはプルマン社長のダビソン・ダルジールがワゴンギ社の取締役会長を兼ねた。 当時ワゴンギ社が運行していた車両は、寝台車と食堂車のみであったが、プルマン社では昼行列車用のサロン車も保有していた。1925年以降、ダルジールの方針により、ワゴンギ社でも同様の客車を連結した中高列車を運行するようになった。なお1923年の契約により、こうした車両を、プルマン車と呼ぶことが認められていた。英仏連絡列車ドーバー。 カレーを経由するイギリスとフランスの連絡は、両国の鉄道網の黎明駅から重要視されていた。1882年にはカレーに連絡船の、岸壁と直結したカレーマリティーム駅が開業し、大陸の鉄道網とイギリスとの結節点となっていた。1924年11月17日、プルマン社は、ロンドン・ドーバー間に、コンチネンタル・エクスプレスと名付けた列車の運行を始めた。 これは、ロンドンから南東イングランド方面では、唯一のプルマンの列車であった。ワゴンリー社ではこの列車を、ロンドンプルマンと呼んで宣伝した。パリ機体機を発射する、フレッシュドール1925年11月12日、ワゴンリー社は、プルマン社から借りた車両を用いて、パリカレー間で列車の試運転を行った。これが好評であったことから、 ワゴンリシャは、プルマン列車の本格運行のため追加の車両を発注した。1926年9月11日、ワゴンリシャは、パリカレー館で、プルマン車による列車、フレッシュドールの運転を始めた。列車名の、オールは、ワゴンリシャの創立50周年にちなんだものである。また、プルマン車の宣伝では、禁断の人の故事に言及している。1929年には、 イギリス側のコンチネンタルエクスプレスがゴールデンアローと改名された。同時にゴールデンアロー、フレッシュドールの乗客専用の連絡船としてカンタベリーが収益した。1929年時点でロンドンパリ間の所要時間は6時間35分であった。1931年からはイギリスのゴールデンアローはサザン鉄道の一般の客車も連結した列車となった。この頃には 世界恐慌の影響により一等専用だった豪華列車にも二等車や三等車を連結せざるを得なくなっていた。1930年代には車両構想によるロンドン・パリ間の直通運転も構想されたが実現したのは夜行列車のナイトフェリーのみでゴールデンアロー、フレッシュドールでは乗り換えが必要なままだった。フランス側のフレッシュドールには パリカレー館のプルマン社のほか、カレーパリ、地中海急行やローマ急行の信頼車が連結され、大陸各地に直通した。1939年の第二次、世界大戦勃発とともに、ゴールデンアロー、フレッシュドールは運休となった。大戦後、ゴールデンアロー、フレッシュドールは1946年4月15日に運転を再開した。 1947年から1950年までの間は全社プルマン社の編成が復活したが1950年以降フランス側ではフランス国鉄の一般の客車を含むようになった一方イギリス側では1951年のフェスティバル・オブ・ブリテンに合わせてゴールデン・アロー用のサロン社の申請が行われたサロン社の連結はフランス側では1968年に イギリス側では1972年に打ち切られた。これと共にイギリスではゴールデンアローの列車名が用いられなくなったが、フランス側ではフレッシュドールは一般の特急列車の列車名として1990年代まで用いられ続けた。フレッシュドールの客車客車はイギリス側のものはプルマン社に、フランス側のものはワゴンリ社に所属したが、設計はほぼ同一であり、 両者もに、イギリスのバーミゲムレールウェイキャリジアンドワゴン車、メトロポリタンキャンルキャリジ車、ザ・リーズホージ車などで製造された。ただしフランス側の客車の一部はフランスにあるワゴンリの子会社でも製造されている。イギリス側の一等客車は一両ごとに固有の名が付けられているが、フランス側は名前はなく番号のみである。客車は 厨房付きの客車と厨房なしの客車が2両1組で使用された。食堂車はなく、厨房から各々の座席にケータリングサービスが行われた。定員は、厨房付き1等客車が24名、厨房なしが32名である。車内には、中央の通路を挟んで各1列のアームチェア型の開放座席のほか、4人用の個室があった。 内装は車両ごとに少しずつ異なり、造眼細工の施されたマホガニーなどの木材が多用され、床には厚い絨毯が敷かれていた。ゴールデンアロー、フレッシュドール型の客車は当初すべて一等車であったが、後には二等車や食堂車に改造されたものもある。またはゴンギ所属車の一部はギリシャや中国に転用された。イギリス側ゴールデンアロー用の装飾を復元した。 バトル・オブ・ブリテン級機関車第二次大戦前はイギリス側での牽引機関車はサザン鉄道のロード・ネルソン級蒸気機関車であった。大戦後はマーチャント・ネイビー級や7型機関車が用いられた。戦後は旧パリリオン、地中海鉄道の 231G 型が主となるが 231E 型も用いられ続けた。1969年までアミアン以北は・は 蒸気機関車牽引のままであった。ブルーベルレールウェイのフィンゴルイギリスの保存鉄道ブルーベルレールウェイでは元ゴールデン・アローの客車フィンゴルを保有しており、他のプルマン車と共に観光列車ゴールデン・アローとして運行している。ベルモンド社の保有するベニス・シンプロン・オリエント・エクスプレスのイギリス側、編成のうちアイビス、ペルセウス、シグナスの3両は元ゴールデン・アローの客車である。 アイビスは1925年製造で、1928年までは、ワゴン技車に貸し出されフランス側で用いられていた。ペルセウス、シグナスは1951年の製造である。ワゴン技車のフレッシュドール型プルマン車のうち、4018号車は、製造時の状態に復元され、1976年以降フランス、ミュルーズのフランス鉄道博物館で保存されている。 この他にも、イギリスやアメリカ合衆国で保存されている車両がある。ありがとうございます。